買った方がいいんじゃない。私ここで、あ、今シーズンちょっと茂木からずっとフロント問題抱えていて、まあ、バイクが今年から新型になったんですけど、まあ、その状況でフロントがなかなかいいフィーリングがなくて、まあ、須郷もそれで悩んでて決勝転倒してしまって、まあ、筑波自体もそのフロントの問題がずっと続いてて、まあ、なかなか厳しい状況が続いてるんですけど、まあ、前回先週のテストから今週に向けて、フロントフォーク大幅に中身を変更してきたんですね、セッティングを。で、まあ、そこで今日1回目2回目のセッションで見つめていったんですけど、まあ、ちょっと時間が足りなかったんですけど、まあ、いい方向が見えてきたんで、最後のセッションはまあ、ポジション的にはそんな良くなかったんですけど、最後新品タイヤでタイムアタックしている時にラスト5周、まあ、チームメイトの600のスポーツ参戦の子が転んでて、でずっと木端と救急車が出てたんで、まあ、その中タイムアタックができない中での、まあ、ベストラップだったんで、まあ、セクター1はラップタイム遅かったんですけど、セクター2とセクター2がコンマ 1.7 秒で、セクター3が、全体のベストだったんで、まあ、セクター1 その転倒しているところでうまく攻めれなかったっていうのも若干あったんですけど、まあ、そこでコンマ 3,4 秒落ちてたんで、まあ、うまくまとめていけばいいのかなと思うんですけど、まあ、明日の予選も結構接戦になると思うんで、まあ、国際コースと違って筑波サーキットって結構ちっちゃいんですね。なんでライダーの差っていうのがほとんどなくて、どっちかっていうと、若い子のイケイケの子がすごいタイム出してきて、ですごいコンマ1秒の間に何でも入ってくるんですけど、非常に難しい予選になると思うんで、まあ、うまく明日の予選をしのいで、そこそこのまあ1列目に入れたらラッキー、2列目に入れてはまあまあっていう感じで、なんとかうまく予選をしのげば、決勝のアベレージタイムはすごくいいんで、レースになると思うんですけど、まあ、予選いいとこ行かないとなかなか決勝抜くところがないんで難しいですけど、まあ、頑張ってまとめていきたいなと思います。小山選手、ありがとうございます。結構詳しくお話ししてくださったんですが、お二人何か今回のレースウィークに対しての質問とか小山選手にあったりしますか？天気が明日どうかわからないかなと思うんですけど、はい、ドライのベーコンってどっちが得意かなって思いますか？そうですね、まあ、基本僕はドライの方がいいんですけど、まあ、雨は好きでもなく嫌いでもないという形で、まあ、前回今年1回雨走っていて、須郷のレースウィークで初っ端だったかな、雨だったんですよ確か。でその時、まあ、2番手タイムで、まあ、そんなに悪くはなかったんで、まあまあですけど、でもまあ筑波の場合は本当に接戦なんで、雨降ってもすごいこう勢いのある若い子がどんどん来ますし、決して簡単ではないと思うんですけど、まあ、雨であったらうまくまとめられるように、一応おととしのレース1が雨だったんですけど、一応表彰台3位かなんか残ってるんで、ただ僕の身長と体重だと 600cc で雨降ると結構大変で、雨って結構体重でこうバイクのタイヤを遠心力でグッとタイヤと押すんですけど、僕体重が50キロしかないんで、カズキみたいに身長も180何センチあって、体重の速度をね、60キロ以上あればグッと押せるし、前に動いたり後ろに動いたりできるんですけど、僕の身長で 600cc だと前にも行けないし、後ろにもうまく動けないし、乗れる場所も限られて、かつ体重もないんで、グリップ乗せるのが難しいんで、すごいその繊細なスロットルワークとブレーキのコントロールっていうのが人より5倍ぐらい必要になるんですけど、そのうまく繊細にやらないとうまくグリップしないんで、
まあ、難しいっちゃ難しいですけど、でもまあそのために普段トライアルバイクを使用してトレーニングしてるんで、その練習の成果を出せるようにウェットでも頑張りたいなと思ってます。ありがとうございます。何してるので頑張ってください。ありがとうございます。焼酎プンプンって巻いたら転ばなかったんですよ。でそれからなんかこうバイクに乗る前に日本酒で清めるとバイクベタベタになっちゃうんで、焼酎をパッパって感じでバイクに清めてます。焼酎だとベタベタにならないんですか？はい、焼酎だとすぐ乾いてくれるんで、日本酒だとバイクベタベタになっちゃうんですよ。それ一度よく変わるんですか？何焼酎かけてるんですか？あ、僕それもあって、セブンイレブンとかいろんなところにコンビニによく売ってるんですけど、このぐらいのワンカップってあるじゃないですか、焼酎の。あれのやっぱ生ラムなんかいいのがいいなと思ったら、宝っ子とか言ってなんかいい宝って感じだったんで、で赤キャップと水色のキャップが売ってて、やっぱり燃えなきゃいけないから赤だろうっていうので、もう20年以上30年ぐらい前から、はい、ずっとそれ使ってます。それでバイクとつなぎと、あとヘルメットにこうパッパって感じで、はい、だ GP 行ってた時もやってたんで、だ最初 GP のメカニックとかもバーってやってると、何やってんだ最初とかって言われたんで、まあこう酒だよって言ったら、おーみたいな、俺にも巻いてくれてたんで、僕はメカニックにも巻いてやってみようかもしれない。楽しいですね。またがる前に、いろいろ、バレンティーノ・ロッシ選手がやってるのとはまあ違うんですけど、そんな感じでまたがる前に、やってますね。そういう小山さんみたいな感じでは、着替える時とかは特にないですけど、またがる前にやってます。ちなみにどんなことやってますか？難しいですよ、表現が。しゃがんでジャンプしてとか、のステップのところにこうしゃがみ込んでるやつですよね。ああ、そうですね。それで僕の場合は路面にポンポンってお願いしますみたいな感じで、あとバイクに、なんか言う、ここに2人とかしてるんですか？あ、
2013年に筑波に、それから筑波に行ってないんですね。で、明日久しぶりに行くんですけど、まあ、なんだろう、感染ポイントとして、ここを見てくれみたいな、なんか、ここが自分は得意だとか、なんかそういうコーナーとか、感染ポイントみたいなところがあれば教えてください。はい、最終コーナー。僕すごい得意で、最終コーナーが一番筑波サーキットでスピード出るサーキットなんですけど、まあ、今日もセクター全体で全部のライダーで最終コーナーのセクションはトップタイムで速く走れてて、そこはすごく走ってて気持ちいいですね。でただ最終コーナー側に観客席あるんですけど、そっち行っちゃうと本当最終コーナーだけでちょっと寂しいと思うんで、1ヘアピンの席の上にいると、1コーナー立ち上がってきて SG1 ヘアダウンロップの進入まで見れるのと、でこう立ってぐるーっと回ると最終コーナーが見れるんで、筑波サーキスだと多分1ヘアピンの分析の一番上が多分立ってみるのが一番いろんなとこ見えて面白いのかなと思います。あとマニアックな人だと、1コーナーの内側結構いたりします。はい、すごい距離近いんで1コーナーの内側こうアップフェンスで見てると、すごいブレーキの細かい使い方とかをライダーのこう癖とかいろいろ見れるんで、結構こうマニアックなところが見れるときは見えると面白いかなと思います。田口選手はどこありますか？そうですね、俺は、まあ、その1ヘアの感染ポイントと、あと、まあ、やっぱり1コーナーの同じように1コーナーの内側とかが一番勝負で、筑波でもしやすいポイントだと思うので、そういうところは面白いんじゃないかなと思います。ありがとうございます。そしたら、ちょっとそろそろお時間になるので、ラストの質問にしたいと思います。まあ、レースに関係なくても何でもいいんですけど、よかったらお一人ずつ質問よろしいですか？そしたら、ジュリーさんからよかったら。はい。レースに全然関係ないんですけど、はい、今ハマってる遊びとかってありますか？ハマってるんですか？ゴルフ。ゴルフはハマってますね。ここ最近ずっと、ここ3、4年。なんで、まあ、今回はやってないですけど、結構レースウィーク、僕ら木曜日サーキット入るんですけど、結構レース関係者、ゴルフやる人多いんで、木曜日の搬入日に朝7時半ぐらいからラウンドして、1時過ぎに終わって、でそのままサーキットに入るっていうことも結構ありますし、まあ、結構やってますね。あとトレーニングも含めて、トライアルバイク乗ってるんですけど、それもまあトレーニングでもあり、まあ、趣味でもありみたいな感じで、まあ、そっちの方も、今国際 B 級に昇格したんですね、去年。はい、なんでトライアル二刀流として、今年全日本ロードレース選手権と全日本トライアル選手権も出てて、はい、そうなんだ、知らなかった。実は全日本のトライアルも出てるんですよ。で開幕戦が宮崎であったんですけど、全日本はこんな素晴らしい環境の中走らせていただいてるんですけど、トライアルの方は一人ぼっちレーシングなんで、自分でハイエースにバイク積んで、で神奈川の厚木から高速乗って宮崎まで一人で1300キロ運転していって、はい、で人生初めて自分で、エントリーして受付行って、で車検も自分でバイクをしていって、全部一人でやって、はい、しびれる感じで全日本そっちはやってます。まだ2戦出てノーポイントなんですけど、まだ最高位17位で、ただすごい岩とか登るんですね、全日本選手権になると。なんで常に日々、ロードレースで怖いと思ったこと1回もないんですけど、トライアルは常に恐怖との戦いで、早くその恐怖に近づけるように頑張って、はい、そっちもポイント取って二刀流で頑張っていきたいなと思います。モテギとかも走るんですけど、やるんですか？あ、やりました。
の戦にもあったじゃないですか、あの数号の翌週、翌週に茂木であったんですよ、はい、全日本トライアル、あの観客席の裏側にとんでもない斜面があるんですよ、岩場があって、で、あそこがトライアルのコースになるんですけど、あそこ走らされて、こんなとこ走ってるわけねえじゃんと思いながら、ガッシャンガッシャン落ちてて、で、実況のアナウンサーの、 あの柿沼さんという女性の方で、茂木の全日本でもよくアナウンサーと喋ってるんですけど、がトライアルも喋っていたので、そのメインのところがセクション5とセクション6っていうのがメインだったんですけど、行くと、今、全日本のロレース選手権で活躍されてクライマックス選手が来ましたねみたいな感じで煽るんですよ。だからみんなにもう恥ずかしいから俺に触れないでくるみたいな感じで、はい、結構頑張ってましてます。だから今年はあとスケジュール的にそんなに出れないんですけど、10月の湯浅って和歌山県があるんですけど、その和歌山、はい、遠いんですよ。そこにまたトライアル全日本出ようかなと思ってます。はい、モテギなら近いので行けるから、はい、あ、じゃあですね、はい、はい、来年多分また、はい、はい、あると思う。出ることがあったらお知らせとかしてもらえると、はい、来年もちょっとレベルアップしてポイント取れるようになったらチームの方からお知らせしてもらいます。今は恥ずかしいんであれなんですけど、早くポイント取れるまで成長したいと思います。来年楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。そうですね、俺は夏は球技、バスケットボールとかやるのが、球技が好きでやったり、冬場はスノーボードに結構行って、スノボ行って遊んだりしてますね。若いですね。球技前からやってるんですかね。球技小学校、そうですね、やってますね。特にバスケットボールをやってます。バスケやってるから体力使えそうだ。そうですね、結構運動量は激しいです。バスケやってる男性めちゃくちゃでかいんですよ。あ、なるほど、はい、僕と身長差28センチぐらいありますから、ね、全然違います。180何歩あるんで、僕155なんで見上げますね。そうですね。ありがとうございます。そしたらみなちんさん、最後の質問をよろしくお願いします。なんかあんまり考えてなかったんですけど、質問というよりか、いつも金曜日にビデオを LINE で届けてくれるじゃないですか。はい、でその時に振り返りで小山さんのビデオになるといつもこう早送りされるじゃないですか。ああ、はいはいはい。ありますね。いつも早送りされる。あれ、はい、そこが気になってきたんでしょうかね。あれ、ピー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 って放送できない用語が本当多いらしくてですね、ピットでもライブ撮ってるじゃないですか、G ソデが、はい、で結構スタッフがこうセッションごとにライブ撮るんですけど、たまにこうライブでもちょ俺ピーって結構多いんで、お前ちょっと離れて撮ってくんねえと生だとピピ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 って修正ができねえよってよく言われますね、ここの辺は。そうなんですね。ちなみになんですけど、あれ大体いつも1時間ぐらい収録をしていて、小山さんのが大体編集するのに半日はかかるんですね。見直ししたり編集したりで1時間を見直ししてしなきゃいけないので、でも高橋選手は 2,3 時間で終わります。大変なんです。いや、うちのオーナーの手柴が何でもいい喋ってくれって言うんで、喋ったらこうピーピーピーしか言うんですよ。はい、だからなんかこうフランクな感じでとか言うんで、そうです。はい、ありがとうございます。第1回目のね、モテギの収録なんかあったじゃないですか。あれ僕収録の直前までちょっとトライアルのトレーニング行ってて、で結構ギリギリで帰ってきて、お腹空いてたんで、ポップコーン食べながらやっていいかさ、やっていいって言ってたんで、それでポップコーン食べながら。そんなことしてたら、多分、伊藤選手もそろそろ真似し始めるかなって。
ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、そんな中で今日はお時間が来てしまいまして、15分あっという間でしたが、いかがでしたか？楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。明日も頑張ります。明日から頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。